皆さんこんにちは、キラキラ生ことイアンママです。ママです。今日は7月22日相馬の誕生日との1日前。そうなんです。明日が相馬の6歳の誕生日なんです。で、相馬が寝たの で、あの誕生日パーティーをするところ、パーティーって家族のパーティーをするところを飾りました。はい、じゃーん。ちょっと離れたところから撮りましょうか。こんな感じで天井を飾って、こっちにセレブレイトって貼りました。明日ソーマ6歳になるの。本当はね。ただこの風船があったから、明日走ってくるときにわーってなるから。そうそうそう、ソーマ5歳じゃないよ、6歳だよとかって言って、ちょっとしたドッキリを仕掛けてみようかなと思って。下を買ったらチェンジして、6もちゃんと買ってあるのでね、そのドッキリが終わったらここは6に変えたいと思います。どんなリアクション取るかちょっと楽しみなんだよね。全然のこと起きてないと思う。嘘。じゃあドッキリは動画で見てください。ワクワクソーマ6歳の誕生日の1日。おはよう。ゆっくり寝れた？今日は何の日ですか？誕生日そのまま。何歳？6。6歳になる誕生日です。いい一日になるといいね。ことは前寝てるかな。うん、ことはまだ寝てるね。じゃあ明日行こうか。何見えた？ちょっとだけ。見たい？ちょっと待ってよ。飾り付け見ますか？はい、こっちね、気をつけてね。おお、まっすぐ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 。せーの、たらーん。たらーん。どうどう？すごい。これ天井いっぱいつけたんだ。すごいつけてる。かわいい？見て、なんか書いてる。え、風船。Celebrate って書いてるよ。あっちから見たら Celebrate。こんな風船あったんだ。ねえ。見て見て、ちゃんとほら数字やったよ。行く？え？こうなってるよ。え？嘘。何歳になるんだっけ？6。そこなんて書いてる？5。オーマイガー、ごめん、やっちゃったね。たらーん。一瞬ドキドキとした。いつもドキすると思ってたからさ、何回も、まあ、何回もその時ドキするからさ、一瞬そのまあドキ絶対しないと思ったよ。ドッキリドッキリ大成功。いい感じでしょ。セクリのやつに。そうそうそう。まだ着いた。コトちゃんが起きました。早い。とりあえず朝ちょっとゲームするそうです。スペシャルで朝からゲーム。わしってどうですかよ。わ、あ、し、書いてごらん。わ、あ、おじゃない、ウォッシュじゃなくてわし。それ自分で読んでごらん、サウンドしてごらん。う、あ、し、い、わ、わしになるよ、それじゃ。わっしゅ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 は、okay. シオンのシと同じ。シューマイ。なんか…シオンのやつ。なんか JD… これ何の？当たったらこの音楽流れるの？なんか GD の GD の J… え DJ? DJ の人みたいな。あ、ほんとだね。2つ questions answer できたらね、なんかインストゥルメントがアドしてアドしてしたことが
あ、自分で作っていくんだ。2つ間違えたからこうなっちゃう。あ、そう。自分で音楽作っていく感じなんだ。当たると増やしていけるんだ。ワッシュ知ってる WAA ソマ、さっきまではまだ5歳でしたが、ソマの誕生日、生まれた時間が11時半、何分だったかな、11時の、半ぐらいなのよ。ちょっと正確な時間ちょっと今忘れちゃったけど、今11時半を越したということは本当に正真正銘6歳になりました。どうでしょうか、今のお気持ちをお聞かせください。なんか変わった感じする。どこ、どうなった。足が伸びたくなる。伸びたんじゃなくて足が伸びたくなった、伸ばしたくなった。今とりあえず夜ご飯の前に今まずお昼ご飯何お昼ご飯。お昼ご飯はパスタです。はい、とりあえずお昼ご飯食べよう。いただきます。どうだっけ、た、はい、そうだった。はい、いただきます。おいしい。おかわりしていいからね、いっぱいあるからね。こと一回やめてきてくれる。発表します。誕生日特別企画、お家の中でエッグハント。今年イースターすごい寒くて天気悪くて、思うように買い物も行けなかったし、エッグハントしなかったでしょ。だから今日相馬の誕生日の日にささやかながらエッグハントをお家の中でしたいと思います。じゃーん、懐かしい。商品もちゃんと用意したんだよ。待って待って待って、触っちゃダメ。このエッグの中にはですね、数字、金貨が入ってれば。わかった。わー、懐かしい、なんか覚えてるな。していい？いい？金貨が入ってればこの中のくじ引きを引くことができます。まだダメね。で、ここのくじ引きに書いている番号の、あのプレゼントがもらえます。数字書いてるでしょ。外れはある？外れはないよ。へえ、外れはいいの？違う、エッグの中に外れはある。罰回転のが当たった人は罰ゲーム。で、お金も入ってる。本物？本物。最大10ドル入ってる。10ドル多くない？そう、最大ね、10ドルは1つしか入ってない。あとは1ドルとか25セント入ってる。そう、やりたい、早く拾って集めてこっちで開けるよ。 OK？ 今ママ隠すので2人とも2階に行って降りてこないで待っててください。優しいね。最後開けよう。よし、それじゃあ一つずつ二人同時に一個ずつ開けようか。せーの、パカ。ピンク。1ドル。1ドル。罰ゲームかも。罰ゲーム、はい。全力で変顔。オッケー。パカ。25セント。イエーイ。また。また罰ゲーム、はい。そしたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、25。ほら、そうなんだろう。嘘でしょ、嘘でしょ。では、かっこいいおならの仕方を教えてください。
紙。イエーイ、コーン、ニセのコーン。コイン。わあ、これ1ドル。イエーイ。でん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 。ドア。ボードレ、ボードレ。はい。パカコーン。コーン。お金。イエーイ。キューダイヤー。これ出しといて。バツだよ。まず、全力で変顔。コーン。コイン。1ドル。イエーイ。6、9。おお、重たい。バツ。バツ？全力でモノマネ。いいよ。7。ちょっと待って。せーの。やればできる。やった。好きなものから開けてください。電話じゃないんだって、電話って軽いもん、普通。重いもん。はい、フォトお願い。はい、どうぞ。一番最初になってください。はい、バツ。コーミペースト、バツじゃないじゃん。物なんだからラッキーでしょ。コーミペースト。はい、かわいいにぐるみ。イエーイ。かわいい。もう一回またスライム。イエーイ。よ、回してごらん。ほら、ほらほら。どうだいどうだい。たまにはいいものも入ってるだろう。何個も。はい。ということで、とりあえずエッグハンティング大会は終わり。おしまい。楽しかったですか？イエーイ。はい。キネティックサンドじゃなかった。キネティックフォームみたいな感じ。あ、手にくっつく。丸になるよ。ん？丸になるよ。なるじゃん。して。触らせて、触らせて。ああ、持てない、持てない。持てないんだ。ああ、待って、全然映ってない。こっちカメラ。かわいい、プーの友達、名前つけてあげて。このお顔見て、思いついた名前。ダンボー。ノー。え？サブオ？サブオ？サブオ？いや、一回、コートどこに？待って、近い。一回止まって。待って、ソマ一回止まって。ソマいる、ソマいる、ソマいる。あ、バグるわ。怖い。あ、怖い。じゃあ始めますか。始めますか。ソマのパーティー。あ、こっちまずハッピーバースデー言うからこっち向けてていいよ。ハッピーバースデー、乾杯乾杯乾杯、そのハッピーバースデーのパンにする？して、飲んでパン、飲んでパン、オッケーオッケー。あ、いいよ。で、ソーマ誕生日おめでとう、乾杯、飲んでパン、オッケーオッケー。なんで、すぐ飲んで、せーの、パン、オッケー。せーの、ソーマ誕生日おめでとう、乾杯、それかなり欲しい。飲んでそう、後ろね、まだ紐外してない、紐外してない。飲んで後ろ向きでしようか、やって後ろね、後ろね、髪出るから、パパ、せーの、パパ、あーあーあーイエーイ。食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう、イエーイ。食べちゃう、匂いすごい。まあ見て、まあ下に行ってないやつが出た。ねえ、そうやって、えぇ、どうした、どうした、なんでこんなに虫？何？ん？何？こんなに虫って何？何？どこどこどこ？虫じゃないよ。うわ！どれ？虫だらけだ。うわ、あの、え？何？どっから湧いてんの？ちょっと待って。ちょっとやばいやばいやばい。どっから湧いてんのこれ？何これ？いやだから前もこんな状態だったんだよ。さ、もうちょっと30台持ってきて。パパ。なんで？入ってないからあれ。でもなんでさっきこうなってなかったよ。ここ、いやいや、この暑さで一気になったんだよこれ。いや、殺虫剤どっかにあったって。私は今日朝こうだとここでね。食べていい？いいよ。いただきます。いただきます。疲れたね。疲れたね。言葉は疲れてないけど。ちょっと大変なことになりました。あ、ちょっと水飲むわ。せーの。できた！ぐちゃぐちゃ。ちっ
ちゃいちっちゃい握り寿司できましたか？うん、握ってはいないよ。あ、そっか、押したのね。どう？いただきます。そんなことも、そんなことも、え、そんなことも、できずにもご飯ついてるけど、なんでそうなる、なんでそうなる、本当。うわー、おいしい。バタバタだったけど、おいしい。そう、よかったね、食べれてよかったね、食べれてね、ほんと。せーの、はいいよ、せーの、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアソーマー、ハッピーバースデーツーユー、ソーマーおめでとう。ね、何をするかというと、みんな、あれ、誕生日プレゼントないのって思ってるかもしれないんだけど、まず実はちょっと前に自転車買ったんだよね。で、誕生日まで待つって言ったんだけど、その時もう今欲しいって言って、じゃあそれが誕生日プレゼントになるんだよって言って、かっこいい自転車をまず買いました。そちらの写真が、そう、バイクみたいな写真がこちらで、これを買ってもらって、本当はもう誕生日プレゼントないよって言ってたんだけど、これ本当の話で、おばあちゃんがね、日本に行ったらさ、おばあちゃんと一緒に誕生日プレゼント選ぼうねって言ってたじゃん。夏にね、来たらプレゼント買ってあげるねって、一緒に買いに行こうって言ってくれてたんだけど、今年の夏はどう考えても日本に行けないので、コロナの影響で。そしたらおばあちゃんが、好きなもの買ってあげてって、代わりにそっちでって言ってくれて、今ソーマが欲しいのが、せーの、ゴーバケーション。よっしゃ、超くっついてるじゃん。おやすみね。あ、違う。最後のご挨拶お願いします。皆さん見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルも押してください。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録しないと楽しみです。バイバイ。皆さんチャンネル登録お願いします。バイバイ。インスタフォローもお願いします。バイバイ。